込んだんですが、チアゴサンタナと谷口の走り合い、山根に対してカルリーニョス巡業、見事な切り返し。山根サポート、マテウスちょっとコントロールが乱れました。山根、うまく2人の間を通しました。スライドもいいですよ、切り替えね。山根結構早かったですね。山根ダイレクトプレー、脇坂オンサイド。やっぱりそういう戦い方の方が得意ですからね。山根メキダイレクト、レアンドロダミアン、フロンターレ先制。サポート谷口、もう外から山根が上がってきた。フロンターレ先制、ディフェンスラインで点を取りました。後ろから家長だ。山根かな。あ、山根、山根だ。山根が、山根、山根です。ゆだね受ける旅でモニター、山根戻す、ルーズなシュートだ。ゴール、ここで受けて下げるのかなと思った瞬間にモニターと、まあ、イメージあったんでしょうね。でちょっと長いかなと思ったんですけど、頑張ってよく戻したね。レアンドロダミアンキープをしながら、ここに出して山根だ、縦へトロー、オフサイドありません。ゴールイン、先制川崎フロンターレ。山根マルシーニを見ましたが、近いところ立花だ。山根コーナーキックを奪われてカウンター、浅いところに入ってきた。シュートトロー、キーのパスを取り、山根が折り返してきた。中スイッチをして山根が来ましたね。食べる、食べる。ホームから側を逃げました。岡本、おっとチャンスですね。もう一度受けた細谷、ただこれは蹴り返して、おお、レアンドロダミアン抜けた。持つこと運ぶことっていうことを選択しましたから、気がつかんと素早く入れながらカバリーニから相馬、からまた振り分けが行われてるんですけども、これも一つあっていいです。おお、入れ終わった橘だ。決定機でした、フロンターレ。まあ入りはちょっとね、圧倒されましたけど、だいぶ落ち着いてきて、ヘッド決めた。さあ日本の応援の声が一つ大きくなりました。右サイド水沼、前に預ける山根、中を通っていく、速いクロス、これも決まった。言えながら、ナイスボールですね。内側から山根の折り返し、ボレー投票。その家長に向かって裏出てきました。さあここからどうするか、山根クロスが入る。おい、おい、おい。大きな大きな3点目、小林優。でドイツ行ってまた大怪我をして、あ、もうちょっとダメかなって僕も思ったんですよね。こそま。どちらかというとこうサイドで受けたがる選手ですよね、はい、真ん中でどっしり考えてポストプレーという選手ではないですけどね。2人外して山根、シュミットダニエルからつないで、ここは山根です、持ち味を見せる。その変化というかね、いつつけようかと思ってたところだ。中で受けた山根、ドリブル使う、小林呼、小林優、入ってきた山根、山根のシュート、こぼれて小林優。堂安へ、中に日本代表進入してくる。さあチャンスだ、左足決まった。日本先制、山根の左足。つないで空いた、山根が来た、山根が使ってコントロールショット、ナイスキーパー、シュート来た。追加点川崎フロンターレ。今度は家長、脇坂、おお、腕のパス交換、脇坂から山根が抜けてきた。マルシーニョにあります。山根が個人で剥がしました。ベストですけども、まずこれ以上失点して、うん、こうかという選択になります。坂井、山根、レアンドロダミアンが狙っていた。レアンドロダミアン、確かね、噛み合ってくればね、山根、いいところ入れたね、いいところだ。スルーして位置を取ることによって、はい、コスタリカのディフェンスライン広がりましたので、はい、そこを一番のところありましたね。山根から
上田バックスがかかってます。山根の浮き球、脇坂コーナー PK になりました。これやっぱり川崎の守備に対しての意識が高いですよ、この守備いいですよね。ノーファールで奪って山根、さあ岩崎呼ぶ、その手前堀込来た、京都サンガ FC クリアシュの選手、増田天馬からピーター・ウタがカットした山根、落ち手が入ってきます。よく飛び出して反応が早い山根、宮城そのまま抜けてきました。山根からすると自分が進路を流れたという、なんとこうバラダマイナス左足でナイスブロック、山根の中央も重要になってくると思います。山根のディフェンス、今はかなり中央からサイドの方にボールを追い込んで